you cleanse your everlasting light. Let your eyes raise a sharp cover through the crowd. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all to be. はいどうも、一人親父です。今日はね久しぶりに栃木レザーで、まずねこの小さい布、これのその後の話を少ししたいなと思ってるんですけども、まあもう1年以上前に動画で、このこれがアブラサス、クワトロガッツカの小さい布と、こっちがアブラサスの小さい財布ね。でこれをこっちもこっちも両方ともそれぞれ1年以上使った上で、まあちょっと比較してみましたみたいな動画をね、その1年以上前に撮ってるんですけども、もしよかったらこのこっちですよね、この辺に出しておくので、まだ見てないという方は見ていただいてもいいかなと思うんですけども、ただその撮影自体がもう1年以上前なんで、今よりもさらにいろいろね撮影も下手だったと思うので、だいぶ見にくかったりするとは思うんですけども、まあありますよそういうこともね、いろいろね。でその動画の時からずっとまあこれを継続して使ってきてるわけですよ。でこっちね、この小さい財布の方を使ってきてるんですけども、まあ多分ねその動画の中でも気になって言ってると思うんですけど、その中でやっぱりここ気になるなっていうところが結構出てきてるので、その辺のね話ができたらいいなというふうに思ってます。それとコメントで他の革製品紹介してくださいとかですね、その時のこれ以外に映ってたものを、あれは何ですかとか、どこの何ていうものなんですかとか言ったようなですね、そういうコメントをねありがたいことに、いただいたので、今日はその他の革製品の紹介と一緒にその辺もねお話できたらいいなというふうに思ってます。革とか革製品とか、あと何でしょう、レザー製品とか、あとレザークラフトとか、まあいろんなね呼び方をしたりするのかなとは思うんですけども、私自身当然まあ好きだったりかっこいいなと思ったりとかするから、こういろんなものを使っては来てるんですけど、特別ね革について何か勉強したとかそういうことがあるわけではないので、まあちょっとね詳しいわけじゃないんですけども、いろいろ高いものからリーズナブルと感じるような値段のものまでいろいろ使ってみた中で、結果としてね栃木レザーが良かったよねって思えることがすごく多かったんですよ。でそんな感じで、まあだんだん栃木レザーが好きになって、まあ数年前に個人的に好きな赤の栃木レザーっていうものに、まあある意味ハマったと言ってもいいと思うんですけど、いろいろ買い揃えるようになって、それからもうでも何年もの間ですね、ずっと使い続けてられてるので、栃木レザーのものっていうのは主にね、特になので、まあせっかくねコメントもいただいたので、まあ少し紹介してみたいなというふうに思ってます。まあもし興味が少しでもあったらぜひ見ていただけたらなと思います。ということで、いつもの机のアングル、はい、それではね早速なんですが、まずお財布、小さい布の話なんですが、中身があれか、ちょっと今中身を差し支えないものに変えますね。はい、今クレジットカードとか免許証とかねちょっと抜いて、まあ差し支えないカードに入れ替えたんですけども、まあ使い方としては通常通りここに3枚カードを入れて、残りねもう3枚ちょっとどうしてもいつも携帯しておきたいカードをここに3枚プラスで今入れて、合計3339枚入れて使ってます。でここに3枚入れる分にはこのお札のところね全く全然問題なく使えてるんで、これはいいんですよ、これは OK なんですけど、一番やっぱ困ってるのがこのお札のこの形ですね。これがすごく今私の中では大問題で、特にというか今ねほらこうやって今一番上のぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけども、まあこれも本当しょっちゅうなるし、
まあ、これはねいい加減に使わなければ丁寧にやればまあ避けれることではあるのかなと思いますけど、このねこれこっちのこのおん曲がり具合ね、これが、ちょっとね今からまあ説明お話しますけど、普段もう今こういう入れ方をしてなくて、だから常に入れてるともっとここはねもっと激しくこのぐらい曲がると思うんですけど、これがねレジにスーパーのレジ、普通のレジであればまあ多少ねこうちょっとなんとなくこのお札を出す側としてはちょっとなんか嫌だなっていう感じで出すぐらいで済むんですけど、スーパーのレジで最近のレジこうお札を入れレジの人がこう入れて自動でお釣りを計算して出てくるっていうレジがあるじゃないですか、スーパーで。それがね本当に引っかかる。それがねすごく申し訳なくて、こうスーパーだから後ろにもたくさん並んでるし、時間帯なんかによってはで、そのねそれで私がこれ出してもし引っかかって、でこうレジの人がこう放送で店長かなんか偉い人呼んでそれでこうね店長のその人が来てこう中を開けて、でこのお札引っかかったのを出してもらって、またこうね伸ばしてくれてまた入れてやり直すなんていうことが結構起きるんですよね。でやっぱ後ろの人もねなんかねみんな急いでる時間だからこう何なのみたいな感じでね覗かれたりとかもするし、それがねすごく困るようになったっていうのがあります。なので私は最近これ半分にもうしょうがないから折っちゃってるんですよね。それでこう入れてるんで、まあこうなんだろうな、言ってみればこの状態になるんですけど、それでまあやってると今のところ引っかかったことはないんですけどね。ただこうなんて言うんだろうな、本来のねこの小さい符が推奨する使い方じゃないじゃないですか、これって。なんとなく気持ちが悪いなという感じがするんですよね。だからそれがねちょっとすごく気になり始めてます、ものすごく。実際にちょっと人に迷惑をかけちゃうようなね、大げさに言うとそんなところもあるので、それがちょっと気になってるかなというのがまず1個ですね。で次にすごく気になり始めているのが小銭。普通使ってる分にはすごくね使いやすいんですよ、使いやすいのだけど、最近ね小銭がね落ちるんですよ。今まであんまりなかったのにポロポロ下にレジの前で落とすようになって、もうなんだろうと思ったらねここにいるんですよね。このこういうねよ、こういう形してるわけですね。ここに挟まってるんですよ、ここ。そうすると普通はここにこう落ちてきてこうね小銭を選びやすいんだけども、ここにいるやつがここに入らないでそのまま落ちることがよくある。これ結構ね最近多くてちょっとあれっていうのがあるんですよね。ここに挟まってるんですよ、中に落ちずにそのまま落ちるっていうことが多いですね。それがもうちょっと気になってるところと、あとこのやっぱりね奥に挟まることがすごくありますね。一番奥に小銭が挟まってるといくらこうやっても落ちてこない。だからあそこに1円玉がいるのは分かってる、であと1円出せばちょうどで気持ちよく払えるんだけど1円出てこないって、こうねガシャ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 、こう全部中にいろいろ入ってるから、こう入っててこう取ろうとするともう中で大変なことになって、もういいやって諦めちゃうんですよね。そこに挟まるのもちょっとね最近不便だなと。こうねここねここに挟まっちゃうんですよね、ここに。そうすると落ちてこないので、それもちょっと気になってるっていう、そのね3つじゃないの、もう1個なんかあったらなんだっけな、なんだなんだ、あこれボタン、このボタンね前の動画でも言ってますけど、もうこれがねほんと閉まらなくて、こうやってこれも結構ねこれちょっと取っちゃおうかな個人的にはって今思ってるぐらい、このボタンがね閉まらないんですよね。うん、こうやってね 目で見ながらこうやればいいですけど、レジの前ってねカゴは持ってかなきゃいけないしね、お釣りもらったりなんだりで両手を
落ち着いて使えるっていうタイミングなかなかないと思うんですよね。でその中でこうほんとねこれが結構閉まらないからちょっとこのボタン私いらないなと今すごく感じてるところですね。というのがまあその後ねちょっとさらに気になり始めた、多分当時も私言ってたと思うんですけど、それがねやっぱりね結構気になるぞというところがあったのでちょっとだけねお話しさせていただきました。この小さい布に関しては、ただ言ってもねやっぱりこの革の感じとか全体的なことで言うとものすごくいいと思います。やっぱりなんていうの、革の良さっていうのはすごくある、使い込んでいく良さっていうのがものすごいあります。だからすごくそれはその点は、ね、いいです。前にも言いましたけどこっちはそれがない、まあ私の感想ですけどね、よりもそういった面でやっぱりこっちの方がいいかなと、まあ、すごくありますね。こう古くなっていく感じが なんて言うんだろうな、うん、いわゆる、まあ、経年劣化というか使い込んでいくうちにこう良くなるっていうのがすごくあるので、その辺はものすごく気に入ってますね、相変わらずというところですね。これに関してはで、これがまず、財布ね、小さい布、クワトロガッツの小さい布で、どういう順番でいきましょうかね、どれからいこうかな、ちょっとめんどくさそう、めんどくさいっていうか長くなりそうな iPhone ケースからいきましょうかね。はい、でこれ iPhone ケース、どういう向きだこれ、こうかこうか、違う、あこうだね、はい、これね全部 iPhone ケースなんですけど、まあ、ずっと今これでこれ使っているのがこれです。で、買った順番はこうこうこうですね。一番最初にこれを買ったんですけども、これもまあ栃木レザーで、これはね楽天で買った、これねどこだ、メモメモメモ、あねダイノリーかな、これがね圧倒的に一番高いんですよ。14,800円とこの辺のオプションがプラス1000円で15,800円で税別です。だから税込みだといくらでしょうね、結構高いんですけど、なんかこう職人さんが一個一個手作りで作ってくれてっていうのとか、まあ赤がねこうあるとか、まあ、いろんなの含めてこう写真ではすごくねいい感じに見えたので、これを最初に思い切ってね買ったんですけど、まあ結果これは長い間ほんと使えなくて、というのはねまずねこれが届いた時ね、こんな感じで届いたんですよ。大げさじゃなくてこんな感じですね。でまあ最初ねだから革のねこの癖と癖なんて言ったらいいのかな、わかんないですけど、もうすっごい硬くて、どっちだったかな、この状態だったか閉じなかったのか開かなかったのか分かんないですけど、こうやったらビョーンビョーンっていうぐらいすごい硬くて、でさらにこのぐらい曲がってると、すごい曲がってて、まあねこういうのこれもどうしたのかな、つけたのかついてたのか、最初からあのオプションだったかどうか覚えてないですけど、こういうのがちょうどあるから干渉してね、最初多少こういう風になっちゃうのかなと思って、こう一生懸命こうね反対側に曲げながら無理やり使って、なんとかねこうまっすぐっぽく閉じるようにはこうなってきたんですけど、なんかすごくねこうしっくりこなかったというか、ものすごいこのねなんというかねこの分厚さというか、皮もすごい厚いんですよ、しっかりしててものすごいいいものなんでしょうけど、なんか変な違和感がずっとあったんですね、この形のこところから。でねよくある時ふと見たらね、あれと思って、もう全然この辺がね寸法がこれ絶対違うでしょうと、まあ手作りだからそこがいいんですよっていうねことにはね多分そういうことなんだとは思うんですよ。ただ私としてはこれどうなんだと、これ例えばこれがね26でしょ、でこっちがよどんぐらいだろう、28.5 だから62.5ミリぐらい、そうね3ミリ近くだね、この距離でこの大きさでここ3ミリ違うって結構ですよこれ。まあね手作りでっていうところでねそういう感じではあるんですけど、こことかもねもう全然もうパッと見ただけで寸法が全然違うんですよ。これ何ミリ違うかな、47ぐらいか、47 1.5ミリぐらい違うぐらいかな、
にしてもね、というか全長とかすごいんじゃないですかこれ。どうだろう、こっちで、181、こっちで178、だから3ミリですね。やっぱこっちとこっちで3ミリ違う。パッと見てもう台形ですもんね、こう大げさに言うとね。なのでまあ私はちょっとね、こうだんだんちょっとこれ使い続けるのきついぞ、もっと使い込んでいい感じにしたかったんだけど、私はですよ、いいものだとは思うんですけど、ちょっと気持ちよくないな使っててという感じにはなってきて、もう使うのをやめました。で次に買ったのがこれ。これは良かったです、はっきり言って良かったです。すごいね、これはね、なんだろう、個人の方が作ってるものをこう、あれサイトなんだっけ、メモしたな、これもあとクリーマかな、クリーマっていうサイトで買わせていただいたんですけど、これ3200円ですよ。これも栃木レザーで、栃木レザーのヌメ革仕上げって書いてありますけど、3200円で、このね、これに比べてこの圧倒的なスリム感というか、このねコンパクト感がすごい気に入ったんですよ。これはいいですよね。いや本当良かったです。でちょっとこう言ってあずらしちゃいましたけど、まあ、これは本当しばらく、あこれいいなと思って、良かった、安いしと思って、ずっとしばらくこれを使いました。そしたら次これなんですけど、これは何で買ったかっていうと、もうねもともとこれが欲しかったんですよ。これはフクロウってやつですね。フクロウ、ジャカジャカ、ショップの名前がジャカジャカかな、ブランドがフクロウかな、確かそうだと思いますけど、これ結構まあ有名というか結構使ってる人いると思うんですけど、これがねどっかでお店で見て、これほんといいなと思ってたんですよ。ものすごい最初から柔らかくてコンパクトで、あとこのここの作りがこう持てるのとか、まあこうやって置いたりしても、ちょっとこっちに入れようかな、もうこう置いた時もこれがちょっとした傾斜を作ってくれてすごく使いやすいとかね、まあいろいろあるんですけど、素晴らしいなと。でも赤がねえぞっていうことでずっとこれを使ってきたんですね。こっちをこっちを、で、しばらくしてどっかのタイミングで、なんかいつもやられてるみたいなんですけど、スペシャルこう限定である期間だけレッドを売ってると、そのタイミングでこれを買ったというところで、その後はずっとこれを使ってます。もうこれ 6S なんで、何年これを使ってるか分かんないですけど、この感じ良くないですか、これこの色、これこうなってくれるからいいんですよね。ほんといいですよね。ちょっと何回か水を垂らしちゃった跡が消えなくて、それだけちょっとね少し残念ですけど、もうほんといい色ですよねこれ。で私がまだ iPhone6S 使ってている理由の一つにもちょっとなっちゃうんですけど、 iPhone が発売されるタイミングでこれは出ないんですよ。このレッドが毎回出ないんですよ。だから最初は他のケースで代用していかなきゃいけないので、このケース買えないんだったらもういいやこれでっていう感じで、なんかこうタイミング逃し逃しでまだこんな状態なんですけど、でも逆にこれだけ使い込んできてなんかいい感じになってるっていうのはありますよね、これね。でまたもうすぐ9月でまた新しい iPhone ね発表になるでしょうけど、これが買えないので、そこではまた私はおそらく買えないんじゃないかなと、わかんないですけどね。あ、まあ今回は多分買えないでしょうね、そのタイミングではね、というのはまだありますね。というのが iPhone ケースですね。もう私が絶対的におすすめできるのはこれ、フクロウ。これ本当にすごい柔らかくてすごい使いやすくて、こう持っててもここを持てるんで、意外としっかり持ってて落とすってこともなかなかなかったし、このねあとね、こういうボタンよりもこのパチンってやつね、これなんて言うんでしたっけ、ここマグネットなんで、これもまた全然いいですよね。これをここをマグネットにするだけでこうまで快適かというぐらい、ほんといいですね。使ってんな、いい色してんなこれ。カメラ越しに見るとすごいいい色、まあ、実際もいいですけど、はい、というのが iPhone ケースです。これがね、
でこっちとこっちは今使ってないので、まあっていうことですね。はい、次はこれにしましょう。これがねすごく一番聞かれることが多かったのがこれなんですけど、これ実は財布ではなくてただのカードケースなんですけどね。これが財布だったらねまたいいですけどね。カードケースです。もうねカードが多いんで、ポイントカードとかそんなのが、会員証とかもう別で持つようにしてます。こうやって、でこれも何枚入るんだ、もう分かんないです。大量に入ります。この厚み分入ります。でこれもね、当然栃木レザーで、これは楽天かな、これもクローナってやつですね。クローナ4500円税別です。でこれもね本当気に入ってますよ。ものすごい使えば使うほど本当育つ、本当よく育つ、いい革ですね。こう全体がこうファスナーで、まあぐるっとこうね回ってて、2つにパカッとこういった感じですね。ここがこれなんだろう、ゴムみたいになってます、これビヨンとまあこんな感じですね。見た目がねすごくねいいんですよ。まあ前も言いましたけどね、傷がついてもこう擦れば消えちゃうような、なんかほんといい革という感じですけど、見た目が可愛いというかね、この感じなんかわかるかな、このいいサイズ感というかね、すごい気に入ってます。これほんとおすすめというか私は大好きですね、これもね。で次はこれかな、これいこうかな、ティッシュケースなんですけど、これも結構気に入ってますね。革の感じが本当好きな感じですね、栃木レザーの中でも。これはね栃木レザーヌメ革ポケットティッシュレッドという名前がついてますけども、3500円税別じゃない、税込み3500円だと思います。でこれも個人の方、アーティストさんが作られているようなこうサイトで買ったと思うんですけど、いやこれか、イイチって書いてありますね。 IICHI ひらがなでイイチって書いてありますけど、そこに出品されてる、出品というか出されてる方にお願いして作っていただいたと。受注生産となりますと書いてあるね。こんな感じですね。これも非常に見た目が気に入ってます。ただ一つ難点なのはここがね、このファスナー、これがねファスナーだから見た目がいいんですけど、ファスナーだから今もちょっと引っかかっちゃいましたけど、いいよ、あ引っかかっちゃった。出す時にねここで破れるんですよね、ちょっと乱暴に出すとこのファスナーで引っかかっちゃうんで、それがちょっと難点といえば難点だけど、トータル的にはやばい、本当に引っかかっちゃったっていうことがよくあります。だからティッシュなんで後でどうにかなるんで、まあ大丈夫なんですけど、これも栃木レザーで非常にだんだんいい感じのツヤが出てきて気に入ってるものですね。はい、と、次はですね、はい、名刺入れですね。これも両方とも栃木レザーですと、これも所作ベーシックシリーズカードケースってやつですね。8000円税込みかな、これは多分だと思います。税込み8000円かなですね。でこれはねすごく珍しい、これを今ずっと気に入って使ってる理由の一つに、他の人と違う動きになるんですよ。名刺を出す時の動きがこうシルエットっていうかね、これはね商品としては結婚式などでお祝いを包む1枚の布、服紗がモチーフっていうふうに書いてあるんですけど、1枚の革で全部できてて、まあこういう感じなんですよね。出す時に、私の使い方ですよ、いろんな方いると思うんですけど、ここにあるんですよ。でここから名刺を出すと、まあ、普通のやつだと、まあなんだろうな、一回こうですよね、こうだったり、まあこうだったりいろいろすると思うんですけど、この感じがすごい、なんて言うんだろうな、ちょっと私的にはこのやっぱ服紗がモチーフっていうだけあって、和な感じがするっていうか、
まあこうね乱暴にはしないでしょうけど、まあ、うん、その和な感じっていうか、そこがすごく気に入ってます。普通の人とは違う、ちょっと違った動作で名刺を出すっていう、そんな感覚があるのでものすごく気に入ってますね。であとはまあ栃木レザーっていうのもあるし、こうだん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 いい感じになってきてるっていうのも、もうどんどん気に入って、やっぱ変わってそこがねいいですよね。使えば使うほど良くなっていくっていうところがやっぱいいですよね。でこっちも名刺ケース、まあ1個じゃ足りない時あるんで予備で全部入れてるんですけど、よいしょ、1個出そうかな。まあこんな感じで単純に、これもこれどこだっけな、クリーマかな、これもクリーマですね。栃木レザーヌメ革のカードケース4500円って書いてありますけど、これも作ってもどうだったかな、これだったか、この糸の色がどうとかその辺をお願いして作ってもらったのもあるような気がするんですけど、これがそうだったかちょっと覚えてないんですけど、まあそうやって個人のアーティストさんのような方に作ってもらったものですね。これも、まあ、これもねご覧の通りこうだんだん使ってるうちにいい感じになってきて、色とかね気に入ってるものですね。これもで、これが名刺入れ、メインはこっちです。こっちがすこぶる気に入ってます。すこぶるってなんだっけ、すごく気に入ってますこれが、はいですね。で次これが、はい、手帳カバーっていうのかな、これはね残念ながら栃木レザーではないんですよね、これがね。でこれはねこの手帳出した方がいいか、よいしょ、このねもともとクオバディスっていうこの手帳を使ってたので、そのカバーを探してこれに行き着いたっていうところなんですけど、もともとねこっちを使ってたんですね、その昔。これこのクオバディスの手帳ケースなんですけど、クオバディスってもともとフランスの、その手帳屋さんというか多分そんな感じだと思うんですけど、ちょっと大丈夫かなこれ、昔の2011年まではこれを使ってたみたいですね。でもともとはこれを使ってて、こうやって2冊入って、よちょっと昔のだから怖いな、こんな感じでこう分かれてるんですよね。すごく使いやすくてこれ本当に。でこっちがちょっと待ってくださいね、よどっか見せると、あっないわ、こっちがこう、こっちの前の方が、こうね待ってますけど、こういうスケジュールを管理するためのこの手帳ノートが入ってて、この後ろに普通のこう全部なんか書いてあるな、このエンタリーか、こういう普通のノートねが入るようになってると。すごく使いやすくて、周りからも何なのこれ、どこの手帳なのっていうようなことをね聞かれることが多かった、すごく使いやすかったものです。でこれはあのね3万だか4万だかするんですよ、これこのカバーだけで。まあ当時はこういうのが好きで、まあね使ってた時期もあったっていう感じなんですけど、まあもうこのなんだろう、カレンダーがついてるっていうか、そのスケジュールの方、これがもういらなくなったんですよね。まあ要するに Google カレンダーとかそういうものを完全に使うようになって、これがいらなくなって、でこれはもう使わなくなったというとこなんですけど、相変わらずこの本当使いやすいんですよね、私はこのサイズが。でこのクオバディスの中身だけ、これ中身だったらそんなに、まあ、ちょっとは普通のノートに比べると高いんですけど、まあ使えないほどのものではないので、これは使いたいと。この普通のこっちのこういう普通のノートのようなね、じゃあカバーがなんかあった方がいいよねと思って、まあこういう流れでね探してたんですけど、栃木レザーのものは残念ながらいいのがなくて、今これはねイタリアンレザーなのかなだと思います。でちょっとね値段がね今調べようと思ったんですけど、同じのが出てこないんで分かんないです。ただ1万2、3、4千円、多分そんな感じだったと思います。でイタリアンレザーでなんですけど、
あ、これあれだ、ヘルツ、ヘルツでいいんでしたっけ、 HERZ 書いてありますけど、まあ栃木レザーの方がいいんですよ。傷のつき方とかどうだろうな、もっともっと使い込めばいい感じになるのかな、ね、傷のつき方がなんかね、こうやって見比べるとね、どうしてもね、こっちはこのいくら擦ったところで傷なんか消えやしないし、まあね、そういう革の種類なんでしょうけど、そういうのをね考えると個人的にはやっぱ栃木レザーっていいなという感じなんですけど、まあでもね、こんなとこですよ今ご紹介できるものは。をね並べてみると、このところが使ってるのがこんなとこですね。で今は使ってないのが、まあ、あるけどもと。これでまあ手帳、カードケース、名刺、名刺ね、ティッシュケース、財布、 iPhone ケースという感じで、みんなどうかな、いい、ほんといい色になってきてるのこの辺とかですかね。ほんとね、栃木レザーがいいなっていう結果ね、使ってみてよかったなっていうことが本当にこれ見て全部そうですもんね。誰か革に詳しい方教えていただきたいな、なんかもし何かあれば、なんで私はこれがいいんだろうかと、革の質なのか、日本やっぱりメイドインジャパンなのかな、どうなんでしょうね。たまたま私の好みなんですかね、多分そういうのもあるんでしょうねきっとね、好みっていう問題も、みんながみんな栃木レザーがいいよっていうわけではなくて、私はきっと栃木レザーが合ってるっていうことでいいのかな、何なんでしょうね。本当いいですよこの iPhone ケース。フクロウさん、これなんとかならないですか、これ本当に。 iPhone が発売されるタイミングと全くタイミング合わないんですよね。レギュラーのカラーはちゃんとそのタイミングですぐ出してくれるじゃないですか、この対応したもの。ただレッドは出ないと。このレッドってなんかあるんでしょうか、この色付け方法というか、難しいなんかがあるのかな、何なんだろう。なんか詳しい人もしいたらコメント欄でぜひ教えていただきたいんですけど、それともただこうね、マーケティングでその方がいろんな意味でトータルで売り上げ上がるからそういう風にしてるっていうんであればね、それはそれなんでしょうけど、なんかあるんだったらちょっと知りたいな。ということで今日はこれでおしまいにしたいんですけど、どうでしょうね、ちょっとただただ私が持ってるものを紹介させていただいたという感じになるので、誰かの役に立ったとかね、ちょっとそういう内容ではなかったかもしれないですけども、まあもしちょっとでもなんか面白かったとか良かったとかあったら、ぜひグッドボタンぜひお願いします。それとまあこういうね、栃木レザーのこと、あとは私の方では DIY とキャンプとかね、そういったことをもどんどんやっていきたいので、ぜひぜひチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。で、あとなんかこうレザーのこととかね、なんか詳しい方いたらぜひコメント欄でいろいろ教えていただきたいなというふうに思ってます。ということで今日はこれで終わり。使い込んだこの感じ、使い込んでどんどん良くなるんで、この iPhone のタイミングでこのレッドも出てほしいな。